それでは本日新社金曜脱原発行動を開始していきたいと思います。だいぶ日も明るくなってきました。今日も全国で首相官邸をはじめ全国数百箇所で原発廃炉再稼働絶対許さない行動が繰り広げられていると思います。安倍政権はとんでもないことにですね、原発を再稼働を進め、そして原発を輸出するなどというですね、ことをやろうとしてますけど、私たちは原発と私たち絶対相容れない、そういう思いで強く強く訴えを行っていきたいと思います。まもなく4月1日から電力の自由化が進められます。私も手続きを今進めているところではあります。絶対九州電力からの原発を買わない、そういう声を運動を進めていかなければならないと思います。今なお福島原発以降東北3県で避難している人たちは17万人を超えているということがつい先ほど発表されております。一旦事故が起きればですね、二度とふるさとに戻ることができない、これが原発です。それはあの30年前のチェルノブイリもそうです。あの辺一帯がですね、もう二度と住むことのできない廃墟と化しております。福島もそうです。政府は許せないことに、もう何もなかったかのようにですね、基幹政策を進めておりますけれども、とんでもないことです。昨日も宮殿前のテントにあるお母さんが来られたそうです。避難してる人がね、もう本当にですね、戻ることができないということで、ますます離れる人たちが実際は多くなってるということを話していかれたということがね、伝わっております。東京オリンピックなどということをやりながらですね、本当に本当に安倍政権は許さないことに再稼働を進めですね、原発を輸出する、そういう動きに対して私たちは原発はあくまでも廃炉である、再稼働を絶対許さない、そうした声をですね、ますます強めていきたいと思います。事故が起きなくてもですね、原発一基に対して数千人、3000人という人たちがですね、除染作業をやらなきゃいけない、自分の命と引き換えにですね、作業を余儀なくされている、こういうことが原発です。そして使用済み核燃料はどこにも管理するところはありません。しかも100年200年どころか数万年という単位でですね、これを管理しなきゃいけない、こんなやつは誰が責任取るんでしょうか。私たちはこうしたことを繰り返し繰り返し訴えておりますけど、原発廃炉再稼働を絶対許さない声を行動を本日も上げていきたいと思います。それでは早速お願いをいたしたいと思います。はい、どうぞ。すみません、マイク持ってもらえますか。はい、こんばんは。酔っ払いのちゃんです。はい、皆さん、エイトマン知ってますか。エイトマンというのは実はこの胸のところに小さい扉みたいなのがあって、原子力エネルギーで内蔵してるんです。それでエイトマンをやっつけようと悪役が来て、火炎放射器を火炎放射器を吹き出させる、浴びせるんですけど、何せエイトマンは原子力エネルギー内蔵してるんで高熱に弱いんです。それでどうするかというと海に飛び込むんですよね、冷えるまで。それは大人になって確認したんですけど、ちょっとそのシーン見てそうゾッとするというかね、
海が放射能で汚染するじゃないかって思ったんです。それで正義の味方エイトマンに対する熱がさっと冷めてしまいまして、そういうことでそういう歌を。アトムが生まれて僕らは育った、エイトマンが生まれて僕らは育った、タマより早く原子力エネルギーで走れるからって何になるんだ、僕らの名前を覚えてほしい、原発いらない子供たちさ、戦争が終わって僕らは生まれた、いつの間にやら原発が建ってた、大人になってやっと気づいた、2011年3月11日僕らの名前を覚えてほしい、原発いらない大人たちさ。どうもありがとうございました。では次の方お願いいたします。皆さんこんにちは。こんにちはでいいぐらい明るくなりました。つい先日の3月24日、昨日かな、東京の反原連、反原発連合が金曜行動を始めて4年というふうな日になります。4年です。そして3.11、2011年の 3月11日、実際に、原発が爆発したのはその次の日ですけども、から5年、そしてその後大井原発を民主党政権が再稼働するということで6月末に国会前20万人集まったのが6月末でした。それがもうすぐ4年になると。金曜行動はこういうふうに毎週毎週行われて、全国で4年続いている。これは私は不幸なことだと思います。原発を廃炉にする、再稼働しないというようなことを政府が決めれば、ここでの私たちの行動は終わるけれども、大井原発を動かし、そして世界一厳しい基準だと言われている、私は全然そう思いません。日本政府はそういうふうに言っているけれども、そういう基準では全くない。原子力推進委員会が安全かどうかわからないというふうに言っている基準をもって、その次に再稼働したのは
九州電力、九州電力、あなたの会社の仙台原発だ。今もまだ2つの原発がここ九州のみ、日本の国の中で2つだけ原発が動いている。それは九州電力が動かしている。九州電力、日本で2つだけの原発が動いているのは九州電力が動かしている。私たちはだから抗議行動をやめない。いくら玄海原発の1号機を廃炉にするというふうに言っても、今現在鹿児島で原発はずっと動き続けている。だから私たちは毎週毎週、もう190回を超えた、もうすぐ200回になる、この行動をやめない。九州電力、あなたたちのせいだ。私たちはあなたたち九州電力が原発を止める、そして廃炉にするというふうに言えば、ここでの抗議行動はやめる。そして私は電力を九州電力から買うのをやめました。別の会社から電力を買います。ただし原理的には九電が発電した自由電子は我が家にやってくる。原発で発電した電気は我が家にもやってくる。電気を支払う会社は九州電力じゃない会社に私はしました。しかし電気は送電線の中で混じってしまう。だから原発から来る電気、それは九電から買うのをやめても流れてくる。だけど私は九州電力から電力を買いたくない。買わない、絶対に買わない。たとえ新電力が潰れても九州電力じゃない会社に。そしてついでにインターネットまで別の会社に変えた。九州電力のお世話にはなりません。皆さん、全国でも私と同じような行動をしている人が山ほどいます。九州では少ないと聞いています。皆さん一緒に九州電力から電力を買うことをやめましょう。九州電力にお金を払うことをやめましょう。不買運動をしましょう。そのことによって原発を止めましょう。ここに立ってマイクを持たなくても構いません。ここに一緒に集ってくれなくても構いません。九州電力にお金を払うことをやめましょう。今年の4月1日からそれをします。ただし電話をかけても今新電力の電話は非常に混雑しています。だからなかなか電話はつながりません。インターネット、メールを使って
新電力に変えてください。それですぐできます。皆さん一緒に九州電力、電力を買わない奪い運動をしましょう。そして原発を止めさせる、原発を廃炉にさせる、そういう運動にいろんなやり方で構いません。一緒に頑張ってやっていきましょう。以上です。はい、こんばんは。今日も、若い人たちの未来のためにと思ってここに立っています。昨日一昨日ベルギーでした。あのテロのニュースを見ながら、ほーらやっぱりということを思いました。あのテロの人たちは原発を狙ってたそうです。そうでしょう。私はテロはしませんけど、テロをする人の立場だったら原発を狙った方が一番いいわけですよね。自分はもう自爆するつもりで。そのことをどうして結びつかないのか、頭が悪い。平和を願うならば、まず危険な原発を取り除く。すぐ北朝鮮が攻めてくる、中国が攻めてくると言われますが、絶対に平和外交でやらなくてはいけません。日米合同演習とかで刺激することをやめてほしいです。で、私はそのミサイルをやたら飛ばす北朝鮮のある方の日本海側の原発をちょっと数えてみようと思いました。皆さんも計算してください。願いましては、1+7+2+2+3+4+4+3+4、合計30です。30も日本海側に原発があるのです。そしてプラスモンジュ、もうどこに撃ってもなんかミサイルが飛んできそうじゃないですか。どうするんですか。国民を守ると言いながらね、宮殿さんも企業を守ると言いながら、狙い撃ちされたらそれどころではありません。私は地域で高齢者の見守りをしていますが、電力自由化に伴って悪質勧誘が急増しているそうです。それには気をつけてください。悪質業者の手口、4月まで何もしないと電気は止まってしまうというそうです。これは嘘。既存電力会社から供給を受けられる。その次、電力会社を変更すると新たに電線を引かなくてはいけない、こういうそうです。これも嘘。同じ電線で供給されます。次、規模の小さい会社と契約すると電気が不安定になる、これも嘘。電気の品質は変わらない。その次、今なら無料でスマートメーターに交換する、これも各、電力会社が計画的に取り替えており、原則無料です。そもそもメーターを変えなくても新しい電力会社と契約できるということです。その次、契約した会社が倒産したら電気は止まる、嘘。新たな供給源が見つかるまで既存の電力会社が供給する制度になっているということです。さあ皆さん落ち着いて探しましょう。ぜひぜひ原発をやめてもらいましょう。ミサイル飛んできたらどうするの。
津波が来たらどうするの？地震が来たらどうするの？宮殿さん、考えてください。あ、皆さんこんばんは。最近読んだ本、今読んでる本ですけど、これちょっと古いんですけどね、1994年ということは今から23年ぐらい前に出た本ですよ。書いた人は、ニューヨーク市立大学の教授をやった、鶴見義弘という人です。タイトルはアメリカ殺しの超発想、奴隷日本よ目を覚ませ、制度疲労をすぐ正せ、こういうサブタイトルがついてます。まあ、要するにいかに日本という国が、まあ、日本の政治家、官僚、それから財界、これがもうアメリカの奴隷のように、やってきたかということが実によく書かれてます。それと23年ぐらい前の本なのに、もうすでにこの中に社畜という言葉が出てきてます。社畜、まあ、ここ数年前頃からそのいわゆる日本のサラリーマンは社畜だと非常に自虐的な表現されてましたけど、もう23年前にそういうことが言われてました。ちょっと私も驚きましたけどね。で、サラリーマンたちが社畜ならば一般国民は何だろうと、やはり同じく家畜なんじゃないだろうかと私は思ってます。こういう非常に差し障りのある表現をするのは、まあ、問題かもしれないんだけど、まあ我々は毎週金曜日ここで原発反対の活動をやってます。街頭で、まあ、天神の小浜前あたりで戦争反対、原発反対、そういうアピールをやってる人たちもいます。全国にたくさん同じような活動をやってる人たちがいるのに、実際問題は変わらない。原発は止めるべき規制委員会がそういうふうに動かないので止まらない。要するにこの国では民主主義というものが機能していない。国民主権なんていうのはもう嘘だらけ。主権を持っているのは安倍のようなろくでもない政治家と官僚と財界です。で、国民は文句を言わない。まあ我々は言うてますけど、もうごく少数ですよね。文句言わなきゃ変わらないですよ。お前ら何も言わないんだったら文句はないんだろうと言われてるのと同じです。だから私の目から見ると、本当日本国民、もうほとんどの日本国民は家畜と同じ。どんな目に遭わされても文句も言わない、行動もしない。街頭でビラ配ってる人を無視していきます。アピールしてる声が全然聞こえないように自分のスマホだけ見ながら歩いていく人たちがほとんど。まあなんてもう能天気な人たちだろうと思います。安保法制やら秘密保護法やらろくでもない法律が次々に通ってます。安倍はつい最近も7月の参院選で3分の2取りたい、要するに憲法を改正したい、はっきり言ってます。この傾向は止まらないです。もうほっとけば声出して行動しないと止まらない。今だから我々はまだこうして街頭で安倍のバカ野郎とかいろいろ文句言えてますけど、連中が本気になって締め始めたら
もう何も言えなくなります。今のうちだけ、今のうちに立ち上がらないと間に合わない。じゃあ何するか。次の選挙で自民、公明、大阪維新に絶対投票しないことです。残念ながら我々の思いをこうちゃんと受けてくれる受け皿がありません。民進党とかいう変な名前の党が明日から明後日からできるそうですけど、果たしてちゃんと我々の思いの受け皿になってくれるかわからない。だったらもう敵の敵は味方ということで、自民、公明、大阪維新、これと一応喧嘩している政党に、あるいは政治家に投票するしかないですね。先ほどベルギーでのテロに言及された方がいましたけど、まあ、原発を狙ってたという情報もあります。安倍は北朝鮮がいろいろやるので、ミサイル飛ばしたりいろいろやるので、だから日本も軍備が必要で安保法制ももっとしっかりやらなきゃいけないなんて言っています。あれごまかしです。北朝鮮が本気で日本に攻撃を仕掛けようと思ったら、あんな石垣島あたりの真南の方に飛ばすんじゃなくて、全国に17カ所ある原発に狙えばいいことです。通常爆弾では無理でも、ミサイル ぶち込めば原子炉は完全に破壊されますよ。だから安倍のやってる、あるいは安倍の言うてる北朝鮮の脅威というのはね、ごまかしです。やるんだったら原発を止めて燃料を全部取り出して、万が一ミサイル撃ち込まれても放射能が飛び散らないようにするべきでしょ。そういう肝心なことをやらずに、ああ北朝鮮が危ない、キム・ジョンウン頭が狂ってるとか言いながら的外れな自衛隊の動かし方をしている。全く政治家としてのセンスがない。まあ安倍晋三という首相が近年まれに見るろくでもない総理大臣だということは大体の人は分かってるんじゃないかと思いますが、あいつは経済経済と金のことを言うので、やっぱり景気が悪いよりいい方がいいよねというようなことで安易に安倍を支持している。これを続けていくと本当に日本は終わります。日本の民主主義は死にます。どうか次の選挙に向けてはしっかり考えて、私などから能天気などと罵倒されないように、家畜などと言われないようにしっかり考えて投票行動やってもらいたい、そう思います。以上です。ありがとうございました。久しぶりに私の番が回ってきました。この311の大災害、あれから5年が経ちました。この5年の間に政府は被害者たちに何をしてきたか、実際何もしていません。彼らはこの5年間の間に福島原発の再稼働を目論んできましたが、それもできていません。福島原発は事故は調べ時間が経つほどに深刻さを増しています。彼らができたのはすでに停止していた4号炉の核燃料、あれをより安全という水槽に移すことができただけです。
皆さん、彼らの言ってることは全くデタラメです。まず、壊れた原子炉の中に水が流れ込んでいます。周辺の地下水が流れ込んでいますが、そんなことは原子炉を置くときから地下水があることは分かっていました。しかし、それを掘っていました。そもそも地下水があれば湧き出してくるのは当たり前のことです。この宮殿ビル、地下5階までありますが、そこもすでにポンプが動いて染み込んできた地下水を排出しています。この地下水の中には塩分が混じっていますから、引き出してきた塩分をかき落とすのに清掃員が頑張っています。この地下水を湧き出してくる地下水を凍土壁のあるもので凍らせると、このようなことをやっていますが、これも全く考えてみればできもしないことです。地中には地熱というものがあります。地中の中は凍って終わるわけありません。地球という熱い球体が熱を供給しています。凍土壁などというのは全くの電力の無駄遣いです。この分でいくと、福島原発5号機6号機を凍土壁維持のためだと言って再稼働させると言いかねません。とんでもないことです。そしてこの最大の問題、壊れた原発の原子炉の中の核のデブリ、燃料と燃料やその他の溶けた代物が混ざった最大の放射能発生源、これを撤去すると言ってますが不可能です。これを外に出した途端に膨大な放射能が漏れ出します。唯一できることはこの原子炉周りを固め、そしてその中を真空にして少しずつ掘り出すことです。しかしそういうことをやるには今の技術をもってしても不可能です。しかし政府にはその計画はありません。そういう発想もありません。そういう技術もありません。ないもの尽くしで何もしない、これが実はこれが今の日本政府の方針です。ただただ先送りをすることによって国民の意識が離れていく、これを待ち望んでいる、そうとしか思えません。皆さん、政府に騙されてはいけません。政府はただただ先延ばしにすることで国民の意識をそらそうとしています。そして何をしているか、福島県民の移転取り移住を進めているように言いますが、これも嘘です。私はかつて福島に短期間旅行しましたが、福島県は実は福島県民の方は向いていません。実際は東京の方を向いています。私はこの東京の方を向いている地方、これこそが最も恐ろしいものだと思います。自分の足元を見ずにただただ中央の方を見ている、こういうことでは地元は地域は発展しません。地域が発展するためには地方の私たち庶民の声を聞き、
そして庶民と共に歩む、こういう地方が必要です。今この福岡においても天神ビッグバンなる代物をやり始めましたが、かつての人口と何ですか、テルハの森ですか、あれの二の舞になって大赤字を足した挙句にわけのわからんものを作る、そういうことになるのは目に見えています。皆さん、この宮殿、そして福岡市、これに声を上げて反対をし、正しい方向に市民が導くべきです。以上終わります。皆さんこんばんは。今日も頑張ってやっていきましょう。さて、四国電力の伊方原発3号機がこの7月にも再稼働すると、そのようなニュースが報道されています。これは許せない。あの大分側に突き出ているあの半島部に住む人たちは、万が一この時逃げ場を失ってしまうわけです。ご存知でしょうか、大分県内の三市町の首長たちがこれに対して再稼働に反対をしています。高浜原発の再稼働においても京都府内のいくつもの市、それから兵庫県の市、これは反対をしているわけです。例えば、宮津市ありますね。なんだ、虹の松原じゃなくて、天の橋立、天の橋立のあの宮津、人口は1万5000ぐらいでしょう。ここの市長は反対しました。そして京丹後市という市があります。ここは5万人ぐらいの市です。こちらの市長も反対した。綾部市の市長も反対した。そして兵庫県の宝塚市の市長も反対した。いいですか、やっぱり地元と呼ばれるところは反対なんですよ。何の利益を受けることもない。ここ福岡市もまた被害地元です。宮殿は仙台原発を再稼働させました。これは実際許せない。特に2号機に関してはアキレス腱といわれる蒸気発生機を30年経ってるから交換すると言いながら、その蒸気発生機を交換せぬままに再稼働させ、さらにはまた免震重要棟を建設する、この約束さえここにしている。九州電力は仙台原発を直ちに稼働停止しろ。原発事業から直ちに撤退しろ。以上です。宮殿本殿前に結集された戦う市民の皆さん、福岡市民救援会より若干の
問題提起をしたいと思います。今安倍政権は原発を再稼働することに躍起になっています。原発が安全でなく経済的に見ても不合理である、事故の危険性まで考えてみたらその保証額は青天井であると言われています。どこの保険会社も原発に関して保険を引き受けようとしません。それはそうでしょう。事故が起きた途端に青天井の賠償額を負わねばならないような保険をどこの保険会社も引き受けません。このように原発が経済的に見ても割に合わないことはもはや誰の目にも明らかになっています。このような状況であるにもかかわらず安倍政権は原発を再稼働し戦争政策をまっしぐらに進めています。戦争政策を進めるためには国内的には管理国家、治安管理国家の完成が必要とされています。戦争政策と国内における治安対策はセットになっているからです。安倍政権は戦争政策を進めるために国内的には治安立法を廃科させています。一昨年の特定秘密保護法案の制定から始まり市民の知る権利を奪い戦争のための政策のため全てを特定秘密にする、市民の知る権利を奪って戦争政策に反対する方策を封じ込めようとしています。そして今狙っているのは刑事訴訟法の改悪です。この刑事訴訟法の改悪というものは若干の可視化と引き換えに盗聴法を拡大し司法取引を導入しようというものです。盗聴法というもともと市民から反発の強かった盗聴法はその制定当初から大きな反対運動に遭い、その結果盗聴法はとても使いづらい法律であると言われています。まず盗聴を可能にする盗聴法の適用対象は薬物犯罪や密輸、あるいは組織的な銃器犯罪と市民生活とは程遠い在所に限ってのみこの間適用が認められてきています。そのため警察としても使いづらい法律であるとして年間数件から十数件にしか適用されることがありませんでした。この限定されていた適用対象を
詐欺や窃盗という一般的な刑法犯全体に広げようとしているのです。詐欺や窃盗という領域から言えば、市民生活に密接に関わってくる大事です。このこれまで限定されていた適用罪種を詐欺や窃盗という一般的な刑法犯にまで広げることにより、盗聴法の拡大はとどまるところを知りません。さらにまた、これまで盗聴を認めるその前提として第三者の立ち会いを必須としていました。第三者の立ち会いという客観的な手段が取られなければ、警察が好き勝手に市民生活の隅々まで監視することができるようになるからです。日本国憲法は憲法により通信の秘密を保障しています。この憲法上の制約もあって、これまで盗聴する際には第三者の立ち会いを必要としていました。ところが、今回の刑事訴訟法の改悪案と一体となって、この第三者の立ち会いを必要としない警察が独自に単独で盗聴ができるように改悪しようとしているのです。さらにこれに加えて、司法取引の導入という他人の罪の証言をすれば、己の罪は軽減されるという利益誘導をすることを合法化しようとする企みです。これまで日本の刑事訴訟の骨組みである利益誘導の禁止という原則を金繰り捨てようとしているのです。他人を売り渡すことによって自分の罪を免れようとする、そのような風潮を媒介させ、市民の間で市民を分断する、密告する制度です。このような司法取引の制度を合法化しようとしています。このような盗聴法の拡大と司法取引のとセットになって生まれてくるのが共謀罪です。この共謀罪という、これまで二度にわたり国会に上呈されたけれども、二度とも廃案になった恐ろしい法律、行為がなくても、犯罪行為がなくても、犯罪行為を共謀しただけで罪になるという恐ろしい法律です。日本の刑法は、その大前提として、行為主義と言われています。行為がないところでは、心の中で犯罪を犯すことは自由である。それを実行に移したことによって、初めて処罰されるという
刑法の公益主義という原則を踏みにじって密輸や準備にも至らない仲間内で話し合っただけで罪になる、このような共謀罪法案をまたぞろ復活させようとしてきています。今度の参院選後にはこの共謀罪が上程されるのではないかというふうに噂されています。この共謀罪と盗聴法が拡大した盗聴法がセットになったとき、末恐ろしいことになります。会話が、市民の生活が、会話が盗聴され、その盗聴した会話が証拠として共謀罪が成立してしまいます。このような恐ろしい共謀罪という概念が、すでに特定秘密保護法の中では、疑われてしまいました。これまで罪にならなかった共謀という概念が特定秘密保護法の中では共謀しただけで罪になるという形で疑われています。この共謀罪を独立した罪として仲間内で話し合っただけで罪にしようとする共謀罪法案が参議院選後には狙われています。そして今国会では予算審議が終わった段階で今年の4月から刑事訴訟法の改悪案が審議の再開がなされようとしています。私たちはこの刑事訴訟法の改悪案を何としてでも参議院で阻止せねばならないと思います。参議院でこの刑事訴訟法の改悪案が話題になって登場したときにはすでに遅すぎます。私たちが新聞紙上で刑事訴訟法の改悪の話が出たときにはすでに国会の多数の暴力により成立させられてしまう可能性が非常に大きいです。国会で再審議される前に今審議が止まっている状態のそのままにこのまま刑事訴訟法の改悪案を廃案にまで持っていきましょう。私たち市民が今大きな声を上げることによって廃案に追い込むことが可能だと思います。私たちは今こそ市民の声として盗聴法の拡大反対、司法取引の導入反対という大きな声を、刑事訴訟法の改悪反対という一つの声として大きく上げていこうではありませんか。原発再稼働に反対し、刑事訴訟法の改悪に反対する市民の声を大きく上げていこうではありませんか。それでは最後にスペコールでもって締めたいと思います。スペコール、スペコール、原発の再稼働を許さないぞ。仙台原発の再稼働断崖、
海原発の再稼働を許さないぞ。仙台原発を廃炉に追い込むぞ。玄海原発を廃炉に追い込むぞ。すべての原発を廃炉に追い込むぞ。戦争への道に反対するぞ。治安立法を許さないぞ。弾圧立法を許さないぞ。刑事訴訟法の改悪に反対するぞ。盗聴法の拡大反対。司法取引の導入を許さないぞ。弾圧立法を許さないぞ。憲法改悪を阻止するぞ。阻止して使うぞ。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 では本日の禁止合金を出す原発行動を終わっていきたいと思います。あったくなってきましたけど底冷えがしますので皆さんお体を大事にして来週また頑張りましょう。